はい、どうも、キムチャンズのあやかでーす。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ストーンズのですね、エバーラスティングをこの間カバーさせていただいたんですが、どうでしたでしょうか？たくさんコメントいただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。まだもしね、見られてない方がいたら、時間があるときに私たちの、私たちバージョン、キムチャンズバージョンのエバーラスティングを聞いていただければと思います。個人的には、結構好きな曲、ストーンズの中でも上位に入る曲の一つなので、ちょっと不安ではあったんですが、まあ温かいコメントをいただいて本当にやってよかったなと思っております。はい、ありがとうございます。ということで、今回はそんな素敵なストーンズ様から完成の法則インドームのライブ DVD ブルーレイのダイジェストが届きました。11月に発売予定でございますかね。合ってますかね。なるほど。それのちょっと一部を見せてもらえるということで、11月1日にリリース。あ、もう言うてる前やね。はい。それの、まあ、一部をじゃあ今日はみんなで見ていきましょう。いきます。せーの、スタート。オーバーチューン。弾く声。ハマっとるかな。そういうことよ。私言ってたの、そういうことよ。ボイスね。ナビゲーターはもう知ってますよ。ライブで盛り上がる曲やろなーって思うけど。え、なんかハモリ増えてない？あ、分派は。めっちゃ、声のパワー強なってる気がする。もちろんか、コーラスの方の声もあるけど。東京だもんね、やばいな。はいはいはい。音楽。余裕やね、歌唱力マジで。必死感がないのよ。楽しむ余裕まであんのよ。歌唱力に。人人人。すごいマイクやん。おしゃれやっぱり。楽しそう。あはあは。暴れろ。はあ、あ、MC 見ていいの？なんだこれ。青春やん。冷えてるやったら入ったかくない？余計冷えるやん。ちょっとやばい。そうか。そうやった。よしきさんや。なんか綺麗なピアノ弾くなと思ってそら。あれやな、実現したんやな。忘れてたわ。
うわすごい光景やな。いやー興奮した今。スペシャルやな。いやこれ豪華なライブてかご本人たちも楽しかったやろな。こんなん実現できるなんて。これって前例あるん？こういうストーンズこのコラボしてるけど全然あることな。その事務所の枠を超えてコラボするって。いや楽しいやろそら。マジでびっくりした。あ、ユニット曲？ジャンルがもういろいろありすぎて飽きひんわな。これはおっぱお愛という名のベール。え、なんかちょっとキンキキッズ感あって好きやねんけどこの曲いいね。ラララララストーリー。あ、かわいい。あ、この二人は確かに合うな、こういう雰囲気。いい、いい。いや、ストーンズマジ、曲と人がカチって合ってんねんな。曲作る人もすごいって思えへん、毎回。スペシャルオーダーね。この調子の私 2,3 時間おったらぶっ倒れそうやわ。あ、これ見たやつじゃん。いい。これこの間見させていただきましたね。悲鳴が。いやもうなんていうか単純にこんなにファンの方がおんのがすごいわ。そういうことやん。アゲイン。これ私好きって言ってた曲ちゃうかな。すごいセット。え、ハモリ絶対増えたと思う。自分たちのハモリの枠が増えたと思う。いい。あ、グッドラック。いいね。あえてこう喋ってるように歌うっていうのも。なるほど。あ、横浜アリーナ公演も。へえ、めっちゃ豪華やな。あ、なるほどなるほど。通常版、なるほどね。円盤買うやつによるってことね。これはいつものやつでね。オッケー、止めます。やだーん。言っていいですか？今のでも十分すぎるぐらい楽しかったんですけど、お腹いっぱいと思えるぐらい、もうすごいいろんなジャンルの曲といろんな歌い方、表現と、あとやっぱりね、ゲストといいますか。あれすごいな、あんな豪華な。すげえな。まあ、ドームやからできるってのもあるのかな？ね。
ドームでできるメリットの一つかもしれないですけど。はい、もう楽しかったです。はい。いや、もう一番の印象は、そのいつものごとくエネルギーがすごい余裕、体力お化け、はい。お客さんを楽しませようとするエンターテイナーであるっていうことは、もういつもと一貫して間違いないなと思うんですけど、ハモリ枠増えたのがちょっと私がちょっと前にね、去年とかずっと言ってたことがちょいちょい実現しつつあることがめっちゃ嬉しいんですけど。しかもこんな大きなドームでさ、まあむずいと思うよ、ハモるの。いやー、嬉しいなー。そのまま、まあ、アゲインやか、やったっけ？私が好きって言ってた曲。ああいう感じの曲でもっとコーラスワーク増えていくんちゃうかなとは思いました。なんか今でこれやから、いつも私がね、5年後とかになったら、こういう風に歌ってほしいって勝手な願望を勝手に言わせていただいてますけど、なんかそれにちょっと近づいた気がして、ちょっとだけ大人な感じになった気がして、よかったです。そんなんあかんわって感じやね。自分がその、こうしてほしいな、まあでもこれは私の願いやけど、とか思ってるやつが、その方向に行くときってやっぱ嬉しくないですか？まあ、その、こうしてほしいなっていうか、願望の一つでもあるよ、もちろん。でも、まあ、同じぐらい予想でもあるから、その、そういうのが似合うグループになるんじゃないかなって予想でもあるから、なんかそれが今日は嬉しかったし、進化を感じましたね。この歌声の、まあ、歌唱力があるのは知ってるじゃない？みんな。ね、ストーンズイコール歌唱力あるっていうのは多分認知されてると思うんですけど、ある程度。プラス、ハモれるってなったら、なかなかグループにそんないないから、歌って踊るグループの中でハモれるまで行くのは結構大変なことで、結構きついことなので、本当に。体力もあるだろうしね。もともと持ってるポテンシャルも正直あるだろうし。なんかそれがちょっと嬉しかったですね。特別感があるというかね。はい。はい。ということで今回は完成の法則インドームの、ダイジェストを少し見させていただきました。ダイジェストでこんな盛りだくさんやねんから、これ DVD フルで見たら結構な体力使うやろなってちょっと思いました。私今おばあちゃん家、もう亡くなったおばあちゃん家に今住んでいるので、大音量で聞けるんですね。それが嬉しいです。ということで、一緒に楽しんでくださった方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。